今木さやは日本の女優であり、5人組アイドルユニットカメトレの元メンバーである。社員カード所属。広島県出身。身長161センチメートル。特技は柔軟体操。2016年舞台、君一死にたまうことなかれに出演。2017年6月皇帝カメラアクトレスとして活動を開始。9月短編映画、 ガールズナイトアウトに出演。同作品は第4回映画少年短編映画祭にて観客賞を受賞した。2018年8月、舞台、スリーアウト、プレイボール編に出演。カメトレのメンバー4人での共演を果たす。2019年5月、映画、駆け狂いに出演。2020年6月3日、皇帝カメラアクトレス改めカメトレが活動を終了。 女優活動に専念する。2020年11月、舞台、放課後戦記2 0 2 2出演。2021年2月、舞台、黒国プロデュースボリューム7、ドールに出演予定。2021年8月をもって、株式会社オフィス彩りとのマネジメント契約が終了。同年9月より、社員カード所属となる。オリフセアルバム、ロストワールドジャケットイラスト。 ありがとうございます。